かな。あのね、酒井に適合できな い, い, い、ね、かっこ笑い、はい、かっこ泣きの方がいいですか、かっこチンの方がいいですか、まあ何でもいいですね、かっこチンって言うんですよ、かっこ珍しいの方ですね。そしてね、はい、まああの、まあ、パリ燃えてるとかね、いろいろありますけれども、でもそうですね、まあ、とにかくね、こちらの方が、あの、ちょっとね、本当に、何ですか ?10 万円でモザイク解禁なんです、自己アピールしてください。はい、そんな顔隠ししてない人ですよ。私してますよ。あ、そうなんですね。10万円でモザイク外しが。いやいや、でももうツイッターですでに外してしまっておりますので。いやいやいや、まあ、あのモザイクかかってますから。もうね、かけてもかけなくてもね、大して変わんないんでね。さっきの脱いで被るしかない。じゃあ酒井に適合できない歌、ね、かっこ難しいですよね、酒井に適合するってね。いや、それ難しいですよ。でも、ね、息を吸って吐くだけでも適合してますから大丈夫ですよ。そうですよ。あ、ちょっとかなり気が楽になりました。そう、そういうことですよ。そう、社会に適合するのは、そういうことなんです、これ。まあ、これ本当にさ、世界に発信しますけど、よろしいですか、ね、全世界に向けて発信しますけれども。そうです、世界に。多分、あ、英語で。英語で。あ、それいいじゃないですか。英語でじゃあ、あの、なんか一言、はい、どうぞ。あ、じゃあこれちょっと読んでみてください、これ。なんすか？スモーク。スモーク。スモーク。スモーク？スモークって何？スモークって何ですか？燻製とか。燻製の意味。燻製。スモークなんて叫んでもしょうがないと思うんですけど。受験もしかできないです。今なんかあれですよ、中1のなんか教科書の。はい、マイケルみたいな感じの中でマイケルしたね。はい、マイケル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 。どんな時間なんですか？クリスマスソングを何かしてやってほしい。あ、じゃあホワイトクリスマスやりますね。